なんで死ぬのを怖がらなくちゃいけないんですか？死にたくないから生きてるんですか？生きてると何かいいことありますか？俺はなかったよ。今まで生きてきていいこと一つもなかったよ。戦争するやつはみんな怪我者だ。なんだろう、胸が騒ぐ。あいつらは人の皮をかぶった怪我者だ。何か忘れてはいけない、そんな夢だったような気がする。俺は戦士だった。お前の家族を殺した奴ら、そいつらと俺は同じだ。軽蔑するか、エイナル。お前が俺の家族を殺したわけじゃねえだろうが。生きてさえいるの。待って、逃げて生き延びれば。また余と戦うとはこういうことだ。神に捨てられたこの者たちを救わねば、楽土建設など到底かなわぬ。さすればどうする、ドルフィン。今ここで余を殺すか。殺さぬ限り余を止めることはできぬぞ。強い奴が弱い奴を殺す、当たり前のことだ。お前が権力に任せて無茶を通すつもりなら、俺は逃げる。お前はどう思う、エイナル。世の中から戦争と奴隷をなくすことはできないもんかな。そうだな、夢のようだな。俺空っぽだ。憎しみだけで生き抜いてきた。戦場以外に何も知らない。血の匂いがする。誰を殺した、その剣。違うんだ、父上。お前を守るために。これは俺が。すまなかった。俺のしたことなんだ。お前を一人残して。父上、待って待って、父上。今ならお前にもわかるだろう。お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。メソメソしてる暇はねえぞ。またここに押したくはねえんだろうが。ならそいつらをぶら下げたまま登れ、登れ。それがお前の戦いだ。行け。お前が殺したそいつらを連れて本当の戦いを戦え。本当の戦士になれ、トルフィエ。俺は暇じゃねえんだ。人を待たせてんだよ。ねえ、ここからも逃げたい人はどこに行くの？もう分かってるんだろ。あんた方は俺の敵じゃない。俺に敵なんかいない。